マテリアルズ愛。ここにあるナイロンの糸、先端を水で湿らせ平らな板にくっつけます。水が乾いたら糸を上に持ち上げてみます。持ち上がりました。ただくっつけただけではありません。今度は糸を面に対して垂直に引っ張ります。簡単に剥がれました。方向によってつけたり離したりできる糸、秘密は先端わずか2ミリほどのヘラ状の部分。これハエの足裏の毛の構造を真似て作られています。しかもただ形を真似しただけではありません。低いコストで作れるようハエの体が形成される過程も真似して開発されたものなんです。これまで接着技術は強力なものが求められていました。しかし循環型社会を目指す現代では、再利用のために部品を分離しやすくする必要もあります。そのため接着力だけではなく剥がしやすさも重視されるようになりました。そんな技術のヒントとなるのが生物です。例えばこちらのハエ、足が接着と剥離を繰り返すことで垂直なガラスの上を歩くことができるんです。それを可能にするのがハエの足裏に生えたヘラ状の細かい毛です。ここに2つの力が生まれます。一つは液体が分泌され毛管力という力が生まれます。指先に水をつけると物がくっつく、あの現象と同じです。もう一つは分子管力、物が極限まで近づくと分子と分子が引き合う力でさらに強くくっつくことができます。これら二つの力はヘラ状の毛を面に平行な向きに引っ張ると大きな効果を発揮するため、ハエはガラスを登っていけるんです。一方ハエは足を持ち上げて簡単にずらすこともできます。接着されたハエの毛は面に垂直な力を加えると簡単に剥がせるんです。毛管力や分子管力は接着面との距離ができると一気に弱くなるためです。ハエは足にかける力の方向をうまく変えることでつけたり離したりを自在に操っていたんです。このような生物の特徴をヒントにして新たなものを作り出す分野をバイオミメティクスと言います。接着や剥離に優れたものづくりにも取り入れられています。しかし生物の微小で複雑な構造を作り出すには特殊な装置や多くのエネルギーを必要とするため、どれも高いコストがかかるのが問題でした。そこで低いコストでバイオミメティクスを利用した開発を試みる研究者がいます。細田直江、接着と剥離の専門家です。これまでも生物の仕組みを参考にした接着構造を開発してきました。細田は昆虫が体を作る際、特別な材料を使わずに室温で体を形成している点に着目。その形を作る方法を探れば複雑な構造を簡単に少ないエネルギーで作れないかと考えたんです。細田はハエがサナギの中で成虫に変化するプロセスを解明した北海道教育大学と浜松医科大学の成果に着目。それは低コスト化の鍵を握る驚きの形成過程でした。私たちの毛は根元から生えていきますが、ハエの足の毛は全くの逆でした。サナギの中で毛の先端が固定され、その後引っ張ることであのヘラ状の形を形成していることが分かったんです。先端を固定して引き伸ばす、今までのバイオミメティクスでは存在しなかった手法でした。細田はこれをヒントにシンプルな製造方法をひらめきました。まず紙テープに貼り付けたナイロン繊維2本を用意し、それをアルギン酸ナトリウムの溶液に浸します。引き上げると表面張力によって2本の糸がくっつきヘラ状の形になりました。次に乳酸カルシウムに浸すと固まります。あとは乾かしてカットするだけ。非常に簡単なプロセスです。接着するか試してみます。先端に適度な水をつけ平らな板にくっつけます。乾くまで待って持ち上げてみます。接着したまま持ち上げることができました。
続いて持ち上げる角度を板の面に対し垂直にしてみます。すぐに剥がれました。力の方向によってつけることも剥がすこともできます。秘密はヘラの部分が非常に平らなこと、および濡らすとしなやかで面に密着するため、ハエの毛と同じ原理が働くからです。この接着構造は製造コストが低いことに加えて、水で濡らせば何度でも使用することができます。環境に優しい技術として普及が期待されます。ああ、簡単にできるっていう喜びがありました。生物っていうのはその辺にあるような素材で室温で出来上がっているので、これからはだんだんその生物がどういうふうに形を作っているかっていう、その手法、新しい手法がどんどん進んでいくのではないかなと思っています。ニムスはこれからも自然界の仕組みを取り入れた新しい発想での技術開発に取り組んでいきます。